一旦はいはい、よりやすさん。危険を感じた異臭騒動の話やねんけどな。ああ、なんか怖いね。昼にちょっと高級なチーズパンを食べてんや。はいはい、美味しそう。で、どこのチーズパンやったんかは忘れてんけど、そら高いだけのことあって、チーズがパンの上でとろとろに溶けて、たまらんくらい美味しかったん。うまそうだね。で、食べ終えてからリビングで休憩しててんな。そしたらなんか部屋の中が臭いのよ、チーズ臭いの。ほんで両手の指を嗅いでみてんや、そしたら指めっちゃチーズ臭いの。で、最初に思ったんが、やっぱいいチーズは違うな、こんな臭くなるんやって思って、でキッチンで手をしっかり洗ってんな、ほんで手を嗅いでみたらまだ臭いの。ほんでもう一回石鹸でゴシゴシ洗ってんけど、それでも取れへんねん。でもう諦めてリビング行って雑誌を手に取ったら、雑誌も臭いねん。チーズの？そう。で、なんでって思ってんけど、あ、持ったから臭くなったんやって指嗅いでみたら、やっぱり臭いねん。全然取れへんねん。でもまあえっかって、テレビのリモコン取ってリモコンも一応確認したらリモコンも臭いねん。でいよいよ気持ち悪くなってきて、腕とか体とか部屋の壁とかを嗅いでみたら全部臭いねん。ちょっとどういうこと？そう。ほんでここでようやく実は大変なことが起きてるってことに気づいてんな。で、もしかしたらこれはチーズがトースターで知らんうちに爆発したか、それとも他の異臭するものがあるんか、もしかしたらテロって思ってほんで他の部屋にも行って嗅いでみたら、他の部屋も全部臭いねん。ちょっとほんとなんか怖いね。そう。で、もう仕事どころじゃなくなって恐怖に襲われたの。なんかもう環境汚染とか命がかかってるかもって感じてきて、これは徹底的に調査せなあかんなって思ったの。で、もう一回冷静になっていろいろ考えてみてんやん。でもマジでトースターで温めたチーズパンを食べただけやねんな。その前とか別になかったのかわけだもんね、臭いとか。そう、なかってん。で、おかしいなーって思って、もしかしたらなんかの菌かもしれへんやんか。だから洗面所のキレキレハンドソープで腕までゴシゴシしてよしって思って、恐る恐る手を嗅いでみてんな。でもあかんねん、臭いねん。で、そのままゆっくり恐怖にした自分の顔を洗面の鏡で見たらやばいことになってて、もう恐怖で口ひげがほとんど白髪になってんねん。って思って近づいてよーく見たら、口ひげが白くなるレベルでチーズがべっとりついてた。ひげ。というわけで、もしよろしければ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他、ヒゲのよりやす、ハゲのエイチの SNS 等もやっておりますので、概要欄からフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。